ドコーチセブンスは、オーストラリアの中でも、大きい大会があって、かつその国際大会としても認められているので、海外からこう来れる枠がある大会となっています。で、今年今回日本代表としているわけではなくて、ラガーセブンというチームとしてその大会に出場して、そこの現地のオーストラリアですとか、またニュージーランドとかフィジーといったクラブチームと一緒に、対決をするという形の大きい大会になっています。私自身はそんなホームアウェイの恐怖心というのはほとんどなく、どちらかというとこう楽しんでやる大会になってくると思うので、いろんな人種の方がこうプレーしているというところでは、注目される部分でもあるかなと思います。こんにちは、ウィさんです。よろしくお願いします。Oh, as always, because Marie is an international player, I think for her, she needs to, you know, really step up to the plate and play like the international player that she is. Yep. So I see this tournament as a development tournament, especially for the young girls that we have. You know, 70% of the team had never played rugby before, so this is going to be a very good challenge for them to experience rugby outside of Japan. Not only they've played 15s before outside of Japan, but this is going to be a very big test for them, especially with regards to sevens rugby. やっぱり去年1年間は怪我もちょっとあって、ほとんどやっぱラグビーをできなかった期間が多かったので、今年はそういう意味でこうやって海外の試合とかそういう経験を積んで、さらに強くなりたいなと思っています。やっぱり初めて海外のラグビー、海外に出てラグビーする選手もたくさんいるので、そういう意味ではすごくいい経験になると思いますし、そこはすごくいい目標になるかなと思うので、まずはセミファイナル目指して一戦一戦予選からしっかり全力で戦いたいなと思っています。やっぱりチームの本当一戦力としてすごく期待をしていたので、来れなくなったっていうことはすごく残念なことなんですけど、あともうやっぱりラガールにとってもベストのメンバーで行きたいっていうところがあったので、そこの部分をやっぱ一人一人が今回行くメンバーで地下の部分をしっかり埋めて、またさらに違う力を持って勝負に挑みたいなと思ってます。いろんな気持ちを抱えて、でいいパフォーマンスをそこを現地でして、みんなでこの目標を背負って練習してきたので、いい結果を出せるようにまず楽しんで、かつその挑戦をする気持ちを忘れないでラガーセブンとして挑戦していきたいと思います。